フレキシティフレキシティにアルバトロスアルバトロスはベルギーの公共交通事業者であるドゥレインが運営する路面電車路線で使用されている電車の愛称。車内全体に段差が存在しない超低床電車で製造メーカーのボンバルディアトランスポーテーションが展開する路面電車ブランドのフレキシティにの一車種である。フランデレン地域で公共交通機関を運営するドゥレインはアントウェルペン。 ヘント、デパンネ、オーステンで、クノックイコールヘイスト等に3つの路面電車の路線網を有している。そのうちアントウェルペン市電とヘント市電では長年に渡り PCC カーが主力車両として使用されていたが、2010年代に入ると老朽化に加えて運用コストの増大が大きな課題となっていた。さらに、各市電では利用客の増加や新規路線の開通などを控え、 輸送力の増強が必要となった。そこで2012年、ドゥレインを所有するフランデレン政府は、ボンバルディア・トランスポーテーションとの間に、超低床電車のフレキシティを導入する契約を交わした。フレキシティには、ボンバルディア・トランスポーテーションが、世界各国へ向けて展開する連接式、超低床電車で、小型車輪を用いた、車軸、二次サスペンション付き台車。 フレックスアーバン3000を有し、騒音や振動の抑制、メンテナンスコストの削減を実現した車種である。そのため台車が設置されている車体は床面高さが若干高くなっているが、床面高さを低く抑えた車体との間は、緩やかなスロープで結ばれているため車内には段差が存在しない。トゥレインに導入されたフレキシティには、 ベルギーのグラフィックデザイナーであるアクセル・エントベンが手掛けた流線形の車体を有し、前後車体には幅 800mm の片開き扉、中間車体には幅 1300mm の乗降扉が設置されている。車内は車椅子やベビーカー、自転車が設置可能なスペースに加えて多数の折りたたみ座席が設置され、5車体、 7車体という長編成と合わせて輸送力が大幅に増大している。その一方で電力が回収可能な回生ブレーキや回収した電力を貯めることが可能な充電池を搭載した制御システム、ミトラックを搭載しているため、乗客1人当たりの運用コストは PCC カーから22から35%削減されている。車内には 冷暖房双方に対応した空調システムも完備されている。アルバトロスという愛称はフレキシティの営業運転に際してドゥレインが命名したものである。2012年に48両が発注された後、2014年から製造が始まり、翌2015年から各市電で営業運転を開始した。さらに同年には、 オプション分となる40両の追加発注が行われ2017年以降営業運転に投入されたため2020年時点で合計88両が在籍するそのうちアントウェルペン支電には片運転台車両がヘント支電には両運転台車両が導入されているまたアルバトロスはその内外のデザイン性が高く評価され2015年のアンリバンで ベルデ賞を受賞している。発注量数や車両番号など、各自電に在籍する車両の詳細は以下の通りである。ありがとうございます。